人類の総力を挙げた最後の反抗か。だが目標より高濃度エネルギーを感知。何？動員退避！動員退避！危なかったマロ。なんという火力だ。恐るるに足らんわ。うろたえるな。体勢を立て直せ。ラク様、270度斜め上に敵。オーディン気負い。ラク様。アンドロポフ、またお前と共に戦えるとはね。敵兵7、右30。行くぞ。ジロ、今度はあそこだ。分かってる。何？ジロ！しまった。なんだ？デルフィニウム。一つ貸しにしておくわ、ジロ。マロ、なんでデルフィニウムがここにいるマロ？できることなら高みの見物と行きたかったんだけど、そうもいかない事情があるのよ。あるのよ、あるのよ。一時休戦よ、ジロ。あなたがどれだけ強くなったか見せてちょうだい。ちょうだい、ちょうだい。見て驚くなよ。シュウは必ず俺たちで助ける。シュウ、君の選択は間違ってはいない。この上位生命体との戦いは避けることのできない試練であることをもう知っているはずだ。闇が人類より上位生命体に近い種族であったとしても、彼らは進化のために闇を利用しようとするだけだ。人類に対してしたように、君は私と闇に打ち勝ち、そしてより強大な敵上位生命体と戦うことを選んだ。その選択は正しかったんだ。迷うことはない。主、戦い、そして生きるのだ。なあゾラ、俺は少しはゾラみたいに強くなれたのかな？君は私に勝ったはずだ。俺の言いたいのはそういうことじゃない。俺にとってゾラはずっと仲間であり、目標であり、師匠なんだ。俺を弟子にしてくれ。世界中の誰が何と言ったってゾラは俺たちの仲間だ。シュ、この私を許すというのか。もうとっくの昔に許してる。マチルダ、シュウに動きはないか？は、全く動きはありません。完全に静止しています。シュウ、生命反応極めて微弱。なかなかネバネバだが、お前たちにはこれが限界である。イグドラシュ、エネルギーチャージ完了。敵巨大ドラゴンのバリアを打ち破る。イグドラシュ、放て。
ままでは。やばいわね。みんな諦めちゃダメだ。では仲間として、友として言おう。シュ、今一度聞く。君は力を得て何をした？ゾロ、俺は守りたい、みんなを、この世界の全てを。ならば行け、シュ。この世界を守るために、真の力を得た者としてその使命を果たすがいい。みんなが待っているぞ。ありがとう、ゾラ。さよなら、ゾラ。つもりだ、デルフィニウム。それでも闇を封印した7人の光の戦士の末裔なのかしら。かしら、かしら。見るがいい、上位生命体。